2021年9月に開館した小田原三の丸ホールでは、文化事業という形で様々な事業を開催しています。今回は来年2月から3月に開催されます声優朗読劇ファーレーゼン、そして演芸写真家立花蓮治小田原三の丸特選寄せ&トークについて、市民ホールの森田さんと飯田さんにお話を伺いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、まずはじめに2月4日に開催されます声優朗読劇フォアレーゼンについてご紹介します。森田さん、こちらはどのような企画なんでしょうか？はい、こちらの人気声優がピアニストと一緒に共演してお送りする朗読劇となっております。はい、フォアレーゼンというのがドイツ語でこう読み聞かせをするとか朗読するという意味があるみたいで、そこからこのフォアレーゼンというタイトルが来ております。もう全国でこの人気声優さんによる朗読劇を開催していまして、それがやっと来年2月4日に小田原にもやってくるということになります。はい、じゃあ楽しみにされている方多いでしょうね。そうですね。はい、それではですね、ご出演される皆さんについてご紹介いただけますか？はい、ゲームやアニメで活躍されている方々で、4名いらっしゃいます。はい、佐藤拓也さん、広瀬大輔さん、野津山幸宏さん、浦和樹さん、そしてピアニストは、森恵さんでお送りいたします。はい、代表作が「ジョジョの奇妙な物語」ですとか、あと「キャプテン翼」、と A3、 東京リベンジャーズ、ブルーロックなど、アニメはもちろんゲームなどでも活躍されている方々がいらっしゃいます。はい、それではこの朗読劇の内容についてもご紹介いただけますか？はい、今回疑惑というタイトルでして、ベートーベンが出てきまして、なんかベートーベンのこの3通の手紙というのを発見した記者が、実はそのベートーベンがなんかナポレオンのスパイだったんじゃないかっていうそういうなんか疑いというのをちょっとこう調べていくうちに、何かこう、とある真実が発覚するという、ちょっとサスペンスっぽい感じもあるのかなみたいに思っております。はい、有名な歴史上の人物が登場して、じゃあちょっとなんか史実も絡めたりなんかするんでしょうかね。おそらくまあそれはお楽しみですよね。そうですね。はい、オリジナル作品になっておりますので。そうですね。はい、そしてピアニストの方もいらっしゃるということは、生演奏になるんですか？もちろんです。はい、でピアノと作曲がこの森恵さんが担当されてまして、ピアノの演奏もお楽しみいただけますし、声優さんの声といいますか、もうご覧いただけるという贅沢な内容になっております。はい、あと出演者によるトークコーナーがその本編終了後にもございますので、そちらもお楽しみいただけると嬉しいです。はい、そういったコーナーはもうファンの方にとってはたまらないですよね。そうですね。はい、はい、こちら2月4日が公演日となっていますけれども、お席の状況はいかがでしょうか？はい、こちらチケット絶賛発売中でして、ウェブでもお買い求めいただけますし、窓口は12月24日の日曜日10時から販売開始となります。ぜひこちらお買い求めください。続いては演芸写真家立花蓮治小田原三の丸特選寄せ&トークについてご紹介します。ここからは飯田さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。お願いします。この公演は演芸写真家である立花蓮治さんの展示に合わせた企画ということなんですけれども、どういったものなんでしょうか？はい、来年の2月20日から、25日まで、少しタイトな期間なんですけれども、ギャラリー回廊の1階2階を会場にして、演芸写真家の立花蓮治さんの写真展を開催するんですが、演芸写真家という言葉自体あまり皆さん初めて聞く方も多いかなと思うんですけど、演芸界を中心に約30年ぐらい撮影され続けている立花蓮治さんという方の、ずっと撮りためた中からえりすぐりの作品を、展示させていただくんですが、それに合わせてせっかくなので、お話も聞いていただきたいなということで、ショーホールを会場に、寄せ&トークというふうにタイトルついてるんですけれども、蓮治さんとも親しい三座さんをお迎えしたり、あと期待の若手の噺家さんをお迎えした、寄せとトークの会なので、落語とあとちょっと企
気楽な会というか、写真を見ながらちょっとお話聞いていただく、あの時間を設けるあの会をしようかなと思っております。はい、はい、寄席とトーク、じゃあかなり和やかな会になりそうですね。そうですね、ちょっと平日の夜なので、うん、あの来やすい方来づらい方もいらっしゃるかなとは思うんですけれども、あの、まあ、ショーホールで寄席初めてではないんですが、はい、いろんな落語家さんいらっしゃってますけれども、うん、三田さんも、ね、大ホールでは今ここにいる大ホールではなさってますが、はい、ショーホールで初めてだと思うので、うん、なんかこうぐっと距離感の近い形で、身近な会になるかなと思ってます。はい、ね、そしてあの立花さんはその、まあ、三座さんなり演者さんを撮られてるんですけれども、撮られてる方と撮ってる方のトークっていうのもあんまり聞けないですよね。そうですね、それぞれのちょっとお話も聞いていただきたいなっていうのと、はい、ちょっとまだあのどんな内容かっていうのをお話してる最中で詳しく決まってはないんですけれども、はい、あの今回、三座さんは、はい、まあ、もうご存知だと思うんですけれども、はい、今年30周年になるらしいんですが、芸歴が2つ目さんで、笑福亭左近さんという上方落語なので、三田さんとはまた違うスタイルの落語をされる方、上方のスタイルなんですね。そうですね、うん、で、もともと漫才師さんからの、うん、あの明るい雰囲気の方ですごくおすすめですっていう、あの立花さんの一押しの方がいらっしゃるので、はい、まあ、三座さんの落語と左近さんの落語と違いとかも一緒に楽しんでいただきながら、その写真のカメラを通して演芸会みたいなところがどんな雰囲気なのかみたいな裏話とかもお聞きいただけたらなと思ってます。はい、ね、寄席好きな方はもちろんですけれども、カメラを好きな方も楽しめそうですね。そうですね、すごいかっこいい写真たくさん来ると思うので、はい、あとは小田原の落語会の撮影も何回かされてますので、その写真も今回新しく出してくださるので楽しみにしていただきたいなと思います。はい、はい、こちらチケットの状況はいかがでしょうか。はい、12月の23日からウェブの予約が始まりまして、はい、来年の1月6日から窓口発売になりますので、ぜひウェブでも、まあ、一応窓口でも買えるようにはなるんですけれども、どちらかご都合のつく方でぜひお誘い合わせの上いらしていただきたいなと思います。はい、はい、その他三の丸ホールのおすすめの文化事業があるとお伺いしましたけれども、はい、いつかご紹介いただけますか。はい、まずこちらカート神奈川ツアープロジェクト第2弾箱根山の美女と野獣、三浦半島の人魚姫という演劇公演になっております。はい、前回冒険者たちというのが、第1弾で小田原でもやったんですけれども、これの第2弾ということで再び公演があります。で、前回すごい好評いただきまして、はい、で今回はその美女と野獣と人魚姫という誰もが知っているお話が、まあ、タイトルの通り箱根と三浦半島が舞台にどう繰り広げられるのかっていうのがとても見どころになっているかと思います。なんでもお得なチケットのご用意もあるそうですね。はい、こちら12月中にお買い求めいただけますと一般4000円が3800円でご購入いただけますので、はい、お席も指定席なので見やすいお席、近いお席はお早めにご予約をお願いします。でアンダー25に1500円ですとか18歳以下1000円、子ども券500円などちょっと手に取りやすいお値段もご用意しておりますので、うん、こちらも一緒にご家族でお楽しみいただけると嬉しいです。はい、飯田さんも何かおすすめの授業はありますか。はい、先ほど森田の方から声優朗読劇 のご紹介させていただいたんですけれども、そこの題材がベートーベンというお話だったんですが、はい、3月16日にはこのベートーベンが全部曲目がプログラムされている神奈川フィルハーモニー管弦楽団さんのコンサートがございますので、こちらもまだウェブとあと窓口の方 で、まあ、ホールだけではなく神奈川フィルさん のチケットサイトなどではお電話予約もできたりしますので、まあ、どっちの面も楽しんでいただける公演になるのかなと思います。で、すごく豪華な出演者の若手の演奏家の方も出られるし、運命という、まあ、皆さんが誰でも聞いたことは絶対授業とかも含めてあると思うんですけどなかなか生で聞く機会少ないと思いますので、うん、
ぜひ生の迫力のオーケストラサウンドを聞きにいらしていただきたいなと思っています。はい、改めましてご紹介した公演のチケットの入手方法などを教えてください。はい、ウェブサイトでは小田原さんの丸ホールのウェブサイトと、まあ、あの公演によりまして、あの各公演のチケット取り扱いが別にあったりはしますので、ちょっとウェブサイトを見ていただいて、あのチケット買いやすいところでご購入いただければなと思います。窓口発売は、三の丸ホールの窓口と、あと南足柄市の文化会館、あとは春音小田原町角案内所で取り扱いしているものが多いんですが、あのそれぞれちょっと年末の年始 の、 あのお休みが異なるのでご注意いただければなと思います。はい、ね、皆さんあのお席取りやすい方法でお早めにお求めください。はい、広報小田原、この時間は2月と3月に小田原三の丸ホールで開催されます文化事業についてご紹介いたしました。森田さん、飯田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。